今日のマンツタイムはこれ、ブイ投げは自分に勝つカレー味ながらわっしょい。これから大切なマンツタイムになるんだ。16、大学入学共通テスト。時刻は3時を回りました。3時といえば、マンチタイム。ふぅ。マンチとは英語で、むしゃむしゃとか、もぐもぐといった意味があります。なので、マンチタイムは、むしゃむしゃ、もぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので、何か食べようかな。今日のおやつは、自分に勝つカレー味。今日1月5日はいちごの日。1月5日の語呂合わせの記念日ですが、果物のいちごではなく、いちご世代と言われる高校受験を控えた15歳の少年少女にエールを送る日とされているそうです。学習塾が冬休み中の生徒のやる気を出させるために制定したと言われているようです。ということで、今日のおやつは東ハトのサクッと食感のリングポテトスナック投げ輪の受験生を応援する期間限定バージョン V 投げ輪。裏返っちゃった。パッケージも金色に輝く V の文字に合格だるまや V サイン、くす玉に桜などがデザインされ縁起が良さそうです。味はポークの旨味をしっかりと感じられる自分に勝つカレー味。では今日のおやつ、東ハトの V 投げは自分に勝つカレー味、いただきまーす。ほんとなんか縁起がいいパッケージですね。やっぱりこう受験に勝つじゃなくてね、一番の敵は自分なんでね、そこはねみんな乗り越えていきましょう。いや、オープン。私初めてこれ食べるかも。なんか本当に投げは指に入れとこうかな。よいしょ。あ、ではいただきます。味がすっごいついてますね。かなり濃いです。味がしっかりしてて、何味、あ、カレー味。そうかそうか、カレー確かコンソメかと思ったらカレーでした。そうですよね。あ、もう自分に勝たないと、頑張んないと、私も頑張んないと。あ、でもそうですね、そのポークの旨味とコンソメのそのコクを間違えちゃったのかな。でもこうコクも感じられますし、スパイシーな感じでね、なんか目も覚めそうですね。ぜひ皆さん頑張ってください。1月16日17日大学入学共通テスト応援してます。頑張れ。マンチタイム、今日は東ハトの V 投げは自分に勝つカレー味、いただきました。またこの動画はジッペイペンの YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。自分が一番頑張れだよね。ZIP FM 77.8